みなさん、リサです。みなさんご存知の通り、一番定番で使ってるのが2BA だと思うんですけど、 2BA の中でも L スタイルはこちらの3種類の商品を出しております。こちらの商品の違いは何でしょう？正解は長さです。チップの長さによって投げた時に何の違いが発生するのか調べてみたいと思います。1投目はショットプレミアム USA ズーンに反動が停止することを確認できました。第2、3投目は刺さっているダーツとの干渉によって反動の持続が変わりましたが、私の場合ではプレミアムチップが良かったと思います。バレルの重さ、ダーツがボードに刺さる角度によって結果が異なる可能性があると思うので、ご覧のような動画を撮影し自分に合ったチップを探してみるのもいいと思います。ダーツがボードに刺さない時に単純に飛びが悪いこともあるかもしれませんが、チップの長さにも関係があるかもしれません。だからチップの長さを変えてみるのもいいダーツができる一つの方法になるんじゃないですか。今日はここまでです。じゃあまたねー。